皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、人生の主導権は他人に渡さないということについてお伝えしたいと思います。いろいろとお話を伺っていると、ご自身で割とサクサク決められるタイプの方と、自分ではなかなか選んだり決めたりすることが苦手で、誰かが決めたことないしは、例えば世間的に流行っているからとか、みんながいいからという価値判断の基準で、自分の行く道とかやるべきことを決める方もいらっしゃるんですけれども、これをですね繰り返していると結局どうなるかっていうと、そもそも自分が何をやりたかったかわからなくなるとか、あとは何か人生において失敗というか、うまくいかない落ちる時期、必ずね波はありますから、落ちている時になんで私だけこんなことになるんだろうとか、自分でその人生を選んでるという主体的な意思を感じないで日々を過ごしていると、何かあった時に人のせいにしがちなんですよね。だから基本は自分が自分でちゃんとそれを選んでるんだという自覚を持って、A か B かを選んでいくという癖をつけないと、自分の人生を生きることもできないし、やりたいことっていう方向に向かってきちんと歩いていくこともできなくなります。子供の頃はですね、若干仕方がない部分はあります。家という中にいて親に庇護されている、それは経済的とか、あと食事とか、その食の面とかでもですね、ということによって意思をきちんと伝えられない環境にあるケースはあります。特にお金ですね。お金がないとそれこそ家を出て一人暮らしっていうことはないのかもしれないですけど、家を出ることもできない状態、お金がないと食べるものも食べられない状態になってしまうので、子どもの頃から意思をきちんと持つっていうのは、親御さんの方にねよほど理解がないと意思を持たせてくれるっていうのは、もしかしたら難しいのかもしれないですけれども、一人で稼げるようになって、自分でいろんなことを決められるような大人になった段においてはですね、自分で全て選択できるんですよ。ということは、人生がどのような状態になっていたとしても、全て自分がそれを選択してきてるんだっていう自覚に立てば、残念だった人生なんていうのも実はないわけで、自分がそう選んでるだけですから。ということは、未来に対しても自分が選ぶ選択肢によって全て変わるということになりますので、他人に左右された人生を送っている人は、環境ないしは人のせいにする傾向があります。そうすると、そこの視点から抜けられない限りは、自主的に、ね、動いていくことができないので、自分で選択をする、人生の主導権は他人に渡さないという考えで動いていくという視点が必要になることがあります。特に40代50代っていうと、自分の人生を生きたいっていう方が割と多いです。でその人たちにとってはなおのこと、自分で選ぶという癖がついてない方は、本当は自分は何をしたいんだろうっていうのをしっかり選択をして歩いていく必要があると思うので、今一度心当たりがある方は振り返ってみていただけるといいかなというふうに思います。それでは